どうも、ハチコ TV チャンネルのゆうきです。今日はこの心目線から撮った動画をお送りします。ただちょっと釣り動画じゃなくて、釣行動画じゃなくて室内動画になってしまうんですけど、ただ海釣り行くのにこれ持っていくので、次の海釣りの釣行が多分これになると思います。じゃあカメラの映像を切り替えてみましょう。同じ目線のより比較してみた方がいいかもしれません。この位置から撮った動画、次がこの間言った マウントハーネスのポイントの動画を流しますので、ぜひご覧ください。ではどうぞ。これが頭からの映像ですね。今映っているのが以前作った DIY で作ったルアーラックですね。結構ルアーも溜まってきましたね。これとは別にタックルボックスの中に大量にあります。じゃあ今度は、今頭のポジションなので胸のポジションで撮ってみたいと思います。今度がマウントハーネスポジション、胸の位置から撮ってます。これ多分人によって使いやすいとか多分あると思うんですけど、これはさっきのもそうですけど両手がフリーになります。2つの映像を見比べていただきました。どうですかね。一応どっちもハンズフリー、両手が自由に使えたり動きやすくはなるので、あとは頭がいいか胸がいいかっていうのは個人差が多分あると思うので、やりながらこう確かめるっていうのでもこういうセットはとても便利かもしれません。これはぜひ次の動画、僕はちょっと頭で GoPro つけて撮るっていうのをやってみようと思います。ぜひこれ買ってください。次の動画多分またちょっと間空くと思うんですけど、こういうのもあるので、今度 GoPro を据え置きにして使うっていうのが多分使えると思うので、そういう動画もちょっと出してみたいと思います。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。バイバーイ。